常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いやー、シニアリーグね、2022年開幕しまして、初回のね、開幕戦のまあ中継を終えたんですけれども、まあそんな中ですね、まあこんなニュースが飛び込んできました。はい、というかもうこれ元旦のニュースなんですけどね、韓国輸出額3年ぶり過去最高、2021年は 26% 増にということでね、まあみんな大好き韓国経済の記事なんですが、まあこういうの見るとね、まあ、すぐにですね、まあ、その、ね、韓国の経済が調子いい、ね、日本はもう給料上がらない、オワコンみたいなことを言うね、まあ、右翼も左翼もそういう奴がいるんですけど、まあ、本当に経済分かってねえなと思うんで、今日ね、その、まあ、ある国の景気がいいのか悪い、いいのか悪いのかみたいなことをね、こう判定する基準として、この輸出額だけを見る人がいるんですが、まあ、それがいかに間違ってるかという話をしたいと思うんです。まあ、一応この日経の記事を見ますとね、韓国政府が1日に発表した貿易統計によると、年間の輸出額は6445億ドル、約74兆円と、20年比で、2020年比で 26% 増で3年ぶりに過去最高を更新したと、いうことなんですよ。はい。で、全体の2割を占める半導体メモリーが市況の回復で 29% 増、石油化学製品は前年と比べて、原油価格が大きく上昇したこともあり 55% 増だったと、うんぬんかんぬんと、ということなんですが、ただですね、輸入もですね 32% 伸びてまして、で、資源価格の上昇によって、原油輸入が 51% 増、天然ガス輸入が 62% 増、韓国の半導体増産によって半導体製造装置の輸入も 59% 増ということで、まあ、貿易収支は黒字になったと。で、13年連続で貿易黒字を維持しました、みたいな、まあ、記事なんですけれども、まあ、これね、よく考えなきゃいけないんですよ。よく考えなきゃいけない。何かというと、もっと全体像、ちょっと皆さん見てください。はい。輸出できる国ってはどういう国かというと、ね、国内で使う以上に作る力があるんですよ。ね。まあ、これね、ポジティブに言うとそういうことなんですけど、要は、国内でそんなに需要がないので、作っても余るから海外に出してるっていうことなんですよね。裏を返せばね。はい。で、韓国の場合ですね。まあ、輸出はすごい増えましたよ。ね。国内はそんな使わないから。ね。国内使わない分も作ってます。ただ、輸入も増えたんですが、その、増えた輸入の中身を見ると、その、輸出するために仕入れが増えて、それで仕入れの単価が増えたから、だから輸入も 32% 増えましたっていうことでさ。ね。これちょっとポイントなんですよね。はい。日本もね、そうなんですけれども、国内の需要がものすごい盛り上がってくるとですね、その生産力を輸出に割り当てることがあんまりできなくなってですね、ね、貿易収支で見たときに、その貿易黒字って縮小する傾向が強いんですよ。はい。韓国もまあ基本的には日本のね、経済構造、昔のね、昭和の頃の日本の経済構造に似てますから、まあそれが多分まあより顕著だと思うんですけど、例えばバブルの時なんかね、日本の貿易黒字って、89年あたりね、に向かってね、1989年バブルのピークですけど、日本の貿易黒字って減ってるんです。マイナスになってないんですよ。貿易黒字のままなんですけれども、黒字幅が縮小していくっていう現象が出てます。さらに、90年以降ね、バブル崩壊した後はむしろですね、貿易黒字がガーンとこう増えちゃうと。これ理由簡単ですよ。国内で使わないから、輸出に回すんです。はい。ということなので、輸出が絶好調でね、貿易収支が黒字だからといって、必ずしも国内が景気いいかというと、そうでもないって話なんです。はい。これはもう、皆さん経験してるでしょ？で、ちなみにね、これまあ、統計で見ると非常に面白いんですけれども、日本の貿易収支はですね、1989年ぐらいね、これをですね、まあ、起点としてですね、大きく、その前は減る傾向ね、89年以降は増える傾向です。はい。で、その後ね、97年ぐらいちょっと景気良くなったんですよね。そうするとね、貿易黒字ってやっぱね、縮小するんですよ。ところがまた2000年にかけて景気悪くなったんで、また貿易黒字が増え始めて。ね。で、その後ですね、小泉さんが出てきてね、小泉政権の時ちょっと景気良かったんで、この時ね、貿易黒字がまあ少し、減ったんですが、その後ね、2004年ぐらいから、ちょっと減ったんですけれども、最後ですね、リーマンショックのところでね、またドカンとね、ここも今度、これはこう世界経済全体ダメになったんで、こういう時はね、全体にドカンと一回減るんですよね。2007年ぐらい一回減るんですけど、またその後ですね、また増えてですね、2010年ぐらいまでちょっと増えたんですけど、アベノミクス始まってね、何が起こったかというと、貿易収支マイナスになっちゃうんですよ。はい。これ何かというと、国内でたくさん使うから、輸出に回してる、暇がないと。まあ、もしくは輸出はしてんですけど、輸出してる以上に、輸入でいっぱい買うんです、物をね。はい。物を買うんです。それはまあ、原料である場合もあるし、完成品である場合もあるし、まあ、韓国みたいなその作るために輸入するっていうのじゃなくて、消費するために輸入するみたいなのが増えて、それでですね、結構貿易収支は、ドカーンとですね、マイナスになると、いうことがあるんですね。なので、必ずしもですね、輸出が調子いいからって、韓国経済が調子いい。まあ、それは韓国の企業は調子いいかもしれないけど、輸出が増えればね。でもそれだけで見るのはちょっといかがなものかなと。で、私はやっぱりね、いつも言ってますけど、失業率ね、
特に若い人の失業率っていうのはすごく重要で、将来を担う若者世代がね、ろくに仕事もなく職業訓練を受けないまま大きくなっちゃうっていうのは本当に悲劇ですよ。で、韓国の若年失業率って今 26% ぐらいなんでしょ。で、合計特殊出生率も 0.9 割ってると、 0.8 ぐらいでしょ、 0.8 台ですよね。まあそういう現状を考えるとですね、果たしてこれで韓国経済いいのかどうか。まあ所得が増えてるって言うんですけど、それは韓国のシニア世代ね、仕事を持ってる人たちが、まあ、結構増えてて、平均すると増えてるんだけれども、まあその格差っていう部分でいくとね、26% の失業を思いっきり食らってる若者たちっていうのはちょっと悲惨な状況に置かれているのではないかということでね、ちょっと他人事ながら心配だなと思います。で、さらにね、問題はね、あんまりそのまあ韓国の若者ね、給料上がってないところに持ってきてですね、ここのところのまあ原油価格の高騰その他で、食料品などの値段がものすごい上がっているということでニュースになってます。これね、去年の12月のニュースなんですけど、 NHK ね、こんなヘッドラインついてます。韓国物価上昇10年ぶり高い伸びに、伸び率に影響はキムチ作りにもということでなんとキムチの値段まで上がっていると。11月から家庭や食堂でキムチを大量につけるキムジャンの季節を迎えますが、白菜が大きく値上がりし影響が出ていますと、いうことで、天候不良などによる生産量の減少に加え、国際的なエネルギー価格の高騰やディーゼル車に必要な尿素水の不足で流通コストが、増大して卸売価格が去年の 1.5 倍になったと、いうことです。でね、これだけじゃないんですよ。他にもね、この消費者物価指数のね、上昇率で見てもですね、3% ぐらいどうも上がってると。食料品は特にすごくて、卵 43%、レタス 25%、ニンニク 16% ということで。いや、これじゃもうキムチ作れねえと。ラーメンも 9% 上がってるということですね。で、これハンギョレ新聞の記事なんですけど、給料以外は皆上がる。韓国の物価、ここ10年で最大の上昇ということで。まあ、韓国はね、まあ、日本と同じようにね、割と多くの物資をです。まあ、資源もないですから、輸入に頼っているんですよ。はい。なので、そういうものが値上がりするとですね、まあ、ダイレクトに、消費者にはね、価格に、消費者物価指数に、まあ、跳ね返ってくると、いうことで。で、ここで、韓国がやらなきゃいけないことは何かというとですね、まあ、本当だったらね、本当だったら金融引き締めなんですよね。これ一応正解はね。物があんま作れないわけですから、物資が入ってこなくて。で、物資が入ってこなくて、物が作れないと、物の値段がガーンって上がるでしょ。で、上がりすぎないようにするにはどうすればいいかというと、需要を抑え込むしかないと。需要を抑えるには、要は金利を上げてですね、人々が金使わないようにするしかないんですよ。でもそうすると、その副作用としてですね、景気悪くなっちゃうんですよね。はい。で、国内の景気が悪くなるでしょ。で、国内の景気が悪くなると、生産力余るじゃないですか。だって、景気が悪いからって設備消せないでしょ。そうするとどうするかっていうと、もう余った設備で作ったものを海外に売るしかないんですよ。作ったものを外に売るしかない。で、これでまた輸出が伸びる。ね。輸入が減ると。まあ、輸入増えるとしても、要はその、資源価格が上がって金額が増えるんだけれども、なんかいまいちその、ね、人々がたくさんお金を使って物が足らないから輸入するみたいな輸入じゃない。ネガティブな輸入の増え方をすると、いうことなんですよね。はい。ということで、まあ、統計的に見るとね、まあ、日本は円安になってることなんかもあってですね、一人当たりの GDP、韓国に抜かれそうだみたいな話もしますけれども、やっぱり、ね、経済で中身を見てみないとね、なかなか、簡単にわかりません。まあ立憲民主党みたいにね、実質賃金というね、まあ実質賃金指数という、もうほとんど何の参考にもならないこの指標をね、経済政策の目標にしちゃったりすると悲劇が起こるというのと同じようにですね、まあ韓国は輸出と為替レートに割とね偏重してるんですよね。はい、輸出をまあするための設備をね買うために、外国から資金を調達しなきゃいけないでしょ。で、そのために為替レートが、まあ、温安で暴落してしまうとですね、結構問題が起こると。まあ、返済に、窮してきますよね。まあ、実際今、温安進んでるんですけど、なので、まあ、中央銀行はですね、為替レートを、防衛しようと思ってね、為替の防衛のために利上げをしたりとか、まあ、金融引き締めやるわけですよ。ね。で、同じく、まあ、今回資源価格高騰したような場合、やっぱ需要を抑え込まなきゃいけないので、金融引き締めをすると。でも、当然、金融引き締めをすれば、ね、国内の景気が冷える。国内の景気が冷えるから、もう輸出ですよ。もう海外に売るしかないと。このまあ悪循環というかな、まあ日本がデフレの頃ずっとやってましたけれども、まあこれにちょっと陥っていく可能性はあるかなというふうに見ています。まあ何よりもね、韓国の大企業はね、もうちょっとその学歴偏重とかなんか変なパワハラ試験みたいなことやめてね、若者の就職真面目に考えた方がいいかなと思いますよ。あと中小企業をバカにする風潮というのもね、いかがなものかなというふうに思っておりますので、ぜひですね、国民のためになる経済政策をやってほしいなと。私昔ソウルでね、行われたワールドナレッジフォーラムで、スピーチさせていただいた時にもですね、経済政策は何のためにあるんだと。それはね、新しい仕事を作るためだとね。ね、ジョブイコールハッピーなんだって話をしたら、その聞いてた韓国の経済人から拍手をいただきましたよ。
はい。そういうふうにね、経済政策ってのはやるべきだと思いますので。まあ、日本もじゃあそういうふうにやってるかっていうとね、岸が増税メインでやってっかな、結構微妙なんですけど、まあ、それはそれとして、韓国もですね、ちゃんとね、アベノミクスみたいなね、国民の方を向いたね、経済政策をやった方がいいんじゃないかな、というふうに思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー！